どうも崎です今日はグラマー不要論っていうお話をしますね。あのー、僕の一連の動画を見るとすごい冷たいやつだとかそういう印象を持た,れ持たれてるって聞いたんですよ。でもこれ本当にね心の底から僕そんな人のこと嫌がらせしようってそんなつもりないんですよね。マジであのー、聞いてる人のためを思って言ってるんですよ。あなたのためを思って言ってるんですよね。マジな話。っていうのは なんていうかね、英語はビジネスによよっっってて広がってったんですよね。今こう英語ブームになったのは確実にそこに何かが便乗したからなんですよでも便乗したのは国家じゃないですよねそこに便乗したのは企業でしたよねだからここまで英語ブームが広がってなぜかね僕たちはね英語しなきゃダメだみたいなそんな感じで盲目的に思わされてるんですよ思ってるんじゃなくて思わされてるんですよだからそういう洗脳を解くっていう意味でも僕はもう何回もあの同じことを言います だからって英語を勉強しなくていいって意味じゃないんですよ。自分がすべき人なのか、すべき人じゃないのかっていう判断をちゃんとしてくれってことなんですよね。えー、文法を一から勉強しなきゃいけないレベルの人は、英語を諦めようと。諦めよう。僕なら諦めるってことですね。あのね、よくね、ルフするんですよね。本の著者とか、あるいは、うん、企業の広告とか。 誰でもできるって言うんですよね。誰でもできるって言うんですけど、よくよく考えたら、あのね、その誰でもとかさ、みんながっていうその意味は、例えば大前健一さんがね、えー、サラリーマンなら、エリートサラリーマンなら、あるいは将来必要な、えー、未来型のサラリーマンなら、3つの力が必要ですと。1つは英語です。2つ目は IT です。3つ目は金融。 ファイナンスについてですとか言うでしょ三木谷さんも同じこと言ってるじゃないですか。孫さんも同じようなこと言ってるじゃないですか。でもこの時の言ってるサラリーマンっていうのは、なんていうか日本を引っ張っていくようなグローバルリーダーでしょもちろんみんながすべ,すべきかもしんないよ。みんながグローバルリーダーになるべきかもしんないけど、なんていうの、この三種の人魚を聞いて心が触れるような人、反応するような人のことを言ってるんですよ。なんかね、だからって誰も、誰もがやれって言ってるわけじゃないじゃないですか。 彼らもサラリーマンはって言ってるけどそのサラリーマンっていうのは意識してるのはどうせ全てのサラリーマンはできるわけじゃないって分かってるんですよね。彼らも絶対にだけどそういう理由はあまあこの本を読んでくれてる人の中にもうあなるほど本当に必要なのは、えー、IT 英語ファイナンスあるいは会計なんだとか思ってね。 ちゃんんと勉強ししよようっっててて思えるる人に対して言ってるんですよもちろん彼らの理想は全員がその言葉に反応してくれるってことなんですけど深い部分では彼らも分かってるんですよねみんなができるわけじゃないとだから英語は誰でもできるとかねみんなが勉強すべきっていう時のその誰でもとかみんなっていうのは誰なのかなって何を指してるのかなってことを明確にしたいんですよねうん発言者は誰でもの条件とかみんなの条件を正確に羅列 すすべきですよね誰でもとか言うとあ私含まれてるんじゃないのとか言って主婦の人とか思ったりするんですよね。いやもちろん僕は主婦のことをこう見下してるわけじゃないですよ。私が本当にその誰でもに入ってるかどうかってことをちゃんと見極めてくださいってことです。それは若者なのそれはお年寄りなの例えばサッカー選手になりたいっていう人に対してねあ分からんけどメッシーがさ本書いて 誰でもサッカー選手になれる本とか書いたりしてね、その対象者に、にじあ、5歳から65歳とか言ったら、嘘つけとか思いません ?65 歳からサッカーの練習して、プロになるってマジかよって思いますよね思いますよね誰でもの条件は、大学受験経験者になら、それとも中卒の人それともお金持ちニートちゃんとね、誰でもっていうのを、あの、条件、 正確にこうね、出さなきゃいけないと思うんですよね。だから僕が出します。バイアスのかかってない目でね。僕はね、結構ね、この英語の業界とか教クの業界で、まあ飯食ってるって言ったらおかしいんですよ。別にここでもらってるお金って別に僕の生計立ててるほどお金入ってきてないし、なんていうの、僕のメインのお金じゃないんですよ。うん、だから、僕はだから教育講師とか言いながらね、そんな半分遊びなんですよ。だから、 どこにも属してるわけじゃないからバイアスのない目でこう見ることができると思ってるんですよ。とは言ってもねやっぱりねこの英語業界とか自分のこの英語市場を、えー、擁護したいっていう気持ちもあります。ただそれを差し引いてもなおやっぱりねちゃんと言わなきゃいけないことは言わなきゃいけないと思ってるんですよ。でね僕が英語が習得できる人っていると思うんですよね。で彼らはどんな人かっていうと第一位は。 受験経験ありのネオヒルズ族。もし自分は、あ、これだと思ったら、もう絶対、もう英語勉強してください。大学受験で、ええー、まあ、有名大学を目指す、国公立、総計上智ぐらい目指すような人。で、かつ、受験科目に英語があった人。で、かつ、今ネオヒルズ族の人。この人たちは絶対に英語を習得できる。約束します、僕。理由は、金あるしょ時間あるしょそれだけ。 ここなんですよねべてはじ時間ある金あるあとは、まあ、いな勉強する素地があるとだから大学受験の経験ありの根を拾い続んますこれパーフェクトな人たちですよ次に習得できる人たちはアメリカの大学に4年間留学する予定の人たちですよねうんもしね僕がね弟とかいたら弟が英語勉強したいって言ったら何歳ですかって聞いてね僕まだ15歳ですとか言うならじゃあアメリカの大学に行ったらいいんじゃないって言いますね やっぱ4年間留学するとできるようになると思う。もう思うっていうか、僕が留学した時に、僕は1年間とかでも十分やったんですけども、4年間いた人はもうちゃんとこう、使えるようになってましたね。あるいは彼氏か彼女は英語圏の人。うん。毎日、セイヘローするってことね。こんにちはって、愛してるよって英語で言って、そう、そこら中、そこら中っておかしいですね。部屋の中で1日中も英語喋ってるみたいな。この人は英語習得できますよ。 あるいはセルフイメージの高い大学生。これはサラリーマンとか入れなかったのは、うーん、まあいいや、セルフイメージの高い大学生。俺ならできるぜって、俺はもう必要なんだぜって、将来に必要されてる人間なんだぜっていう人は、まあその人がね、英語学部じゃなくてもちゃんとできますね。あるいは意識の高いサラリーマン。で、この意識の高いもちゃんと定義づけしなきゃいけないですけど、三木谷さんとかって書いてあるんですけど、あの楽天の社長は三木谷さんとか、三木谷さんがね、後銀にいるときに、 その地下室にイングリッシュラボみたいな感じでその英語勉強室みたいなとこあったらしいんですよね。でそこに行って毎日6時出社やったかな。で8時半から修行時間8時,8時半から確かね公勤の仕事が始まってねその2時間ぐらいは勉強してたみたいなやつを本で読んだんですよ。そういうことができる人たちを指してます。だからね彼らが言うサラリーマンっていうのは意識の低いサラリーマン。そう明日の今日昼飯何食べようとかね。 あもう本当にアフターファイルが楽しみで仕方ないとかっていう人 <laughs> あとは感情の起伏が恥,あの恥ずかしいじゃなかった感情の起伏が激しい人もう今日なんか上司に怒られていやみたいな人そういう人は何て言うんやろうあ英語の習得は無理かなって僕は思いますねうんぶっちゃけ話英語の習得ができない人もしねこの今からあの何個か挙げるんですけどここに当てはまったらマジで 英語を勉強するよりも他のことをやった方がいいと思うんですよねもっとね、簡単に成果が出てもっとね例えばお金に直結するようなものだったりもっと自分の趣味に直結するようなものを探した方がいいと思うんですよね英語を習得できない人の第1位なんでこの人が一番習得できにくいですそれは英語科目で受験経験がない人そしてかつ忙しいサラリーマンもう本当に毎日帰ってきてくたくたっていう状態でね1日1時間も勉強する時間がない人 かつその人はね、大学受験の経験なくて、あるいはね、大学受験で、英語科目で受験してない人。この人たちが勉強しようと思うときついのかなと思いますね、僕は。忙しいサラリーマン、うんえ。次に習得をできない人は、大学をね、友情を育むための場所と思っている学生、大学生。 大学は思い出作りの場所だとかそういうふうに思っている大学生がたくさんいますよね。でも彼らは多分ね、大学1年生の時はそんなこと思ってなかったんですよ。ちゃんと勉強しようと思ってたんだけども、まああの、ゴールデンウィーク以降ね、なぜか流れに流されてしまって4年間振り返ってみたら、もう空っぽだと。英語も喋れない。プログラミングもできない。コミュニケーションスキルも低い。かといって海外旅行行ったわけでもない。 ま、金融の知識もあるわけじゃないし、マーケティングことを知ってるわけじゃないみたいな感じの学生がね、4年後に結果論的に、いや、そんなことでね、俺ダメだとか言うと <laughs>、自殺したくなるから、振り返ってみて、なんか俺の大学生活で得たものってなんだろうあ、友情だとか思い出だとかいうような人は、まあ、英語を習得できないというか、できなかった人たちですよね。あとはフリーター。フリーターはまだ可能性があるんですよ。お金はないけども時間はあるんですよね。 もっといいのはニートなんですよ。ニートが、ニートって僕貴族やと思うんですよね。あの、一日中家にいて生きていけるってことは貴族じゃないですか。そんなの。フリーターはまだカツカツなんですよ。ニートってことは、仕事もしない、勉強もしないってことだから、時間たっぷりあるわ、あの生きていくだけの金あるわってことでしょ。だからね、ニートはね、フリーターに比べてまだ習得できる可能性もあるし、で、こう友情と育むための場所と思ってる学生よりも全然英語できる可能性あるし、 英語,科目の受験英語科目で受験なしの受験経験なしの忙しいサラリーマンよりも断トツねニートの方が英語を習得できる可能性が高いもっと言うならネオニート金持ちのニートですね親とかがむっちゃ金持ちでもう「金あるわ時間あるわ」みたいなこれって近いでしょあのネオヒルズ族とネオニートもう本当にね仕事もしなくていいし時間もたっぷりある人 こういう人はね、英語を習得できる可能性が高いですね。だから5番目なんですよ。1番、2番、3番にいる人はちょっと厳しいかなって思ってほしいです。うん。文法一1からやる人と。文法を1から勉強しなきゃなんない人って、僕はね、この動画を見てるのかどうかはわかんないけども、もしいたら、ちょっとね、ちょっと、ちょっとって言いたいですよね、僕はね。 まずね費用対効果がが低い気すするんですよその1からスタートする人にとってってことですよ。あの今ねこれ聞いてるのは中学生とか高校生は聞いてないと思うんやけど中高生ならいいんすよ。だってほぼみんなあの素地がないからそっから勉強していくわけやからそっからないんですよ若いから。だけども25とかあるいは30超えてまた文法1から勉強しなきゃなんないような人たちってどういう人なんですかね大学受験で英語科目の 受験をした経験もなくてちょっと僕想像つかないんですけど文法1からやる人がこのようにいるのか存在するか分かんないけどももしいるなら費用対効果がが低い気がしますね僕はそこから英語を勉強してでその英語からどんなリターンを得るのかと「いや趣味でやっているからいいんです」とかいう人もいるかもしんないけど僕は趣味だったらもっと面白いようなことあると思うんですけどね。 うん、もっと費用対効果の高いものこれは金銭的にもあの満足的にも自分のこの幸福感的にもねなんで英語をね文法一からやることにこう意味を見いだすのか僕は分かんないんですよねうん結局はねやっぱりね文法一からやるような人そういうレベルの人はかなり時間がかかるからモチベーションが維持できないんじゃないかなと思うんですよリスニングを習得したりリーディングを習得したり英語を習得したりするような人は モチベーションは維持できないんじゃないかなって僕は思いますね。うん単純に今日の話はあの僕,僕だったらや,やらないって話です。だってね50歳のおじさんが MBA 取るとかじゃなかった NBA そうコビーとかと一緒にバスケットプレイしたいみたいなプロになってるとかそんな感じ 50歳のおじさんが今からサッカーの日本代表を目指すとか言,言ってたらちょっとねみんなあ頑張れとは言わないですよね多分無視するかあ、まあ、家族とかはやめた方がいいんじゃないって言いますよね僕それと同じやと思うんですよね体力的にも無理無理無理って言葉あんま使いたくないんですけど体力的にもまあ厳しいだろうし本当に50歳から目指してやるべきなのか10日それだけ費用対効果のあるものなのかなって J リーグが目指すことは 確率論的に考えても低いし、それと同じだと思うんですよね。僕30歳以上の人とか40歳以上の人がね、今から英語をやるとか言うと、それは50歳のおじさんが J リーガーを目指さないのと同じ理由で、僕だったらやんないですね。30歳超えてから英語をやろうと思ったらしても。うん。っていう話。僕自身が結構英語の時間がかかったんでね。統一講師のまとめを言うと、要はモチベーションなんですよね。モチベーションなんですよ。 本当にその人次第なんですよねやっぱりね30歳超えてからプロのピアニストになる人もいるんですよこれはさっきの例と同じですよ50歳から J リーガーの例ですよ50歳から J リーガーほど極端じゃないかもしれないけどピアニストになるってあのものすごい0歳の時からも超英才教育受けてその指のね細かい感覚でこうピアノの鍵盤叩くみたいなのがもう本当に完璧に鳴らされてる人じゃないと20歳30歳になる時にプロの ピアニストにはなれないって言われてる常識の中でね30歳を超えてからプロのピアニストになる人もいるんですよもちろんその人に才能あったかもしれないけどその裏付けとしてあるものは圧倒的な努力でしょそれを支える圧倒的なモチベーションでしょだから要はモチベーションなんですよだからね今3040を超えてる人でもマジでね本気でやるっていう理由があったり本気でもやりたいと思ってるんなら絶対できますよ英語は英語だってね J リーガーとかと違って、なんていうの、体力的な問題もあるけど、やっぱね、どれだけ時間かけられるかってことなんですよ。僕はトイックのメルマガ発行してるんですけど、あの、ちょっと字読見えないんですよね、漢字が。あの、あ、古希とか古キって何歳って意味ですかあれ。7十五8七十 ?77 超えとかね、基準わかんないけど。 そういう感じでね、僕にちょっと説明してくるんですよね。私は古希を超えたみたいな感じで、おじいちゃんなんですよね。であの、どこに動画ダウンロード URL がありますか聞いてくるんですよね、僕にね。わわ、すごいな、70超えてから勉強するんだって。もちろんその人とかに対しては、やるなとか絶対言わないですよ。70歳になってからやろうと思ってるのは、それはモチベーションがあるんですよ。だから多分できるんじゃないんですかうん。今日はね、そんな感じ。うん、そんな感じ、そんな感じ。留学中に使ったフレーズ。 Just leave me alone. ほっといてよ。これあれですよ。語文系ですよ。leave me alone ですよ。me を alone の状態にするっていう意味の leave ですよで。英語通信講座で検索すると多分2です。これが URL です。でね、復習 PDF と MP3 が欲しい人は、下記のディスクリプションからダウンロードしてほしいんですけども、まずパスワードが必要なんで、メルマガ登録してください。 僕はね、トイック4 0から2週間で7 8五行って3ヶ月840行って半年で九百所行ってですぐにメルマガ発行してで、奨学金もらってで留学して大学院編入してみたいな感じのそういうね変わった英語編力を持ってるんでねまあね短期間で英語のスコアを上げるってことにとってはね僕のこう方法論は世界最速かと思われます。椅子崎力也でしした。た。どううもありがとうございました